辰之助。辰之助じゃねえよ。あ、違うか。久しぶり。行かれたリスナー。フォローしてる？フォローしてます。フォロワーさん限定くじ引き。引いた絵を描いてプレゼント。よし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 。言い訳。え？え？誰ですか？ツッチ。何年ぐらいライブに入り浸ってますか？わかんない、いつの間にか。いやでも覚えてる、変な入りだったもんね。やめてくれ、ちょっと待って。確か最初梅ちゃん相談があるんだけど、やめてもらっていい。なんかぶっ込んできたの覚えてる。でプレゼント企画とかやってて、正座したら当たるんだよって言って、当たるまで正座するよね。そうっていうぐらいヤバいですね。お母さんヤバい。お母さんのちょっと秘密を教えてもらおう。ないよね。甘いね。優しい？優しくない。うん、怖い。怖いっていうか、なんかうん、そうね、うん。どこら辺がうざいと思うの？ちょっとしたことでうざこるし。お母さん泣いちゃうの？大丈夫？大きいもの買ってくれないし。例えば何欲しいの？ないじゃん。スマホ。電動スマホってやつ？iPhone。 iPhone、 iPhone。 今何年生なの？2年生。2年生。梅ちゃん好き？一瞬。面白いとかあって。あ、でもちょっとうざい。それはそれない。うざいな、お母さんだけ。あ、OK。まあ、最近何やってる時が一番好きなの？だからレジェンズっていうスマホのアプリがあって、課金してる？あれ課金するとお母さん鉄拳でブラーンみたいなことやる。お母さんもよく課金してるよ。スプレーアートエデンで課金してるよ、いっぱい。その分俺も課金されてる。考える。よし、はい、柴犬発射。おっしゃ、ハクト。おっしゃ、ファイヤー。